はい、どうも KB です。今日はですね、右利きの人が必ずぶち当たる壁、左手の自由が利かないっていうところだと思うんですけど、なんで左手が動かないかっていうのをざっくり考えたことってありますかね。右利きだから右の方が動く、左利きだと左の方が動くんだけど、でもその自分が右利きだから左の方が不得意っていうのが、まず、それは当たり前のことなんですけど、単純な話、まず8ビートを絶対に普通にこのパターンですよね。っていうパターンを絶対最初みんなやると思うんですけど、これって右利きを4回使ううちに、左手って一発しか打ってないんですよね。だから単純に考えて4分の1しか使ってないわけじゃないですか、左手を。それでこう右と同じだけ自由に動くかって言ったら動くわけないですよね。ましてや自分の利き手じゃなければ。なのでだから均等にするためにこういう練習すると面白いと思いますね。右手と左手をスイッチするんですよ。で、特に違和感なくできるかっていうところに行き着けば、もちろん16分打つものとはまた違うんですけど、ダカ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 って。でもそれでも、絶対に、その左手がうまく自由が利かないって言ってる時よりかは確実にコントロール性は上がると思うので、であとはその現状だと右手の方が自由が利くし完成度も高いと思うので、その音とか動きとかを見ながらその合わせていくと、その左手の上達も早いと思うので、もちろん右手が完成されてなかったら逆に真似ない方がいいですけど、ちゃんとできてればそれをこう映すだけで良くなってくるので、だからそれもちゃんと目視してでやってもらうと多分上達が早いんじゃないかなとは思いますよね。以上です。